どうも、大地です。皆さん、ついにやってきました。ついにやってきました。我らが愛すべきシャオミ様の超大人気シリーズ、ミーバンドシリーズの最新作、ミーバンド7の発表がもう間近に迫ってきているようでございます。やばい。めちゃくちゃ楽しみ。もうこんな時期ですかっていう感じでございます。なので今回はですね、昨日急遽飛び込んできました、このミーバンド7のですね、大量のリーク情報を一挙にわかりやすくまとめて、ドーンと紹介していきたいと思います。で、今回のこのミーバンド7、前作のミーバンド6から新たに進化するポイント計6つあります。6つ。かなり驚異的な進化になっておりまして、これがもし全て本当なのであれば、もうね、2022年のスマートウォッチ完全終了。そんな感じになっておりますんで、ぜひとも最後まで楽しんでいってください。じゃあ早速ね、本題に入っていきましょう。まずもう型番出てきてます。はい、こんな感じ。 M2129B1 と M2130B1 という型番で登録されてるみたいです。この2つの番号をどちらも日本のね、技的の検索かけてみたんですけど、こちらもまだ出てきてないんで、どうなんだろうな。まだ登録されてないのか、まあ申請自体はされてるけど受理されてないのかみたいな、そういう段階なんじゃないかな。まあとにかくこの型式とかね、あの FCC の ID が出てきてる時点でもうかなりね、あの発売は間近であるということはもう変わりないと。はい。で、次発表日に関してですね、いつ発表されるのかというところでございます。3月15日に行われると予想されている、シャオミの新製品発表会。ここで早ければ、出てくるんじゃないか。というのが、予想としてありますが、まあ、ただこの3月15日のこの発表会は、おそらくグローバル発表になると思うんで、Xiaomi 12 Pro とかはね、もう中国で発表されてるから、そうなってくると、3月15日ではない可能性もありますよね。基本的にミーバンドシリーズって、まず中国版の発表会で、中国国内で発表が行われて、その後、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ったらグローバル版が発表されるっていう流れなので、毎年ね。なので、まあどうだろうな。これに関してはちょっとまあね、いろんなところでリークというか情報出てきてますけど、俺はどうなんだろうなっていうふうに思ったりもしてますけれども、昨年ね、前作のミーバンド6は3月の29日に発表されましたから、昨年同様であればもう本当に今月中に出てくるという可能性もありますが、2世代前のミーバンド5、そして3世代前のミーバンド4に関しては2つとも6月に発表されてます。で、ミーバンド3に関しても5月、ミーバンド2は6月っていう感じなんで、もしかしたらまあ5月か6月になる可能性もあるという感じでございます。ここら辺ちょっとね、あの楽しみですね。で、次こっから中身の機能でございますね。果たして今回ミーバンド7どんな進化を遂げるのというところでございます。これもね、あのかなり有力なリーク情報出てきております。まず進化ポイント1つ目、画面サイズがさらに大きくなるんじゃないかという情報が出てきております。前作のミーバンド6もかなりね、大幅進化したんですよね。見てもらえばわかりますけれども、こんなにコンパクトなスマートバンドにもかかわらず、画面占有率めちゃくちゃ広くて、超大画面、すごい操作がしやすい、画面に進化したわけなんですけれども、このね、前作の、画面サイズ 1.56 インチの解像度 326ppi から、さらに進化するというね、リーク情報が出てきておりまして、画面サイズがいくつになるのかっていうのはちょっとわかりませんけれども、解像度はもうね、すでに数値、細かい数字でリーク出ています。192×490ピクセルになるみたいです。ちなみに前作のミーバンド6は 152×486ピクセルでございます。だからこのピクセル数だけ見ると、まあ、解像度は上がってますけど、実際の PPI 密度はね、あのどうしても画面サイズに依存するんで、どこまで PPI が上がるのかっていうのは分かりませんけれども、現行のミーバンド6ですでに 326ppi というね、あの1万円以上する、まあ、ミドルレンジクラスの、あの解像度を誇ってるんで、この小さなあのサイズ感で、でプラスまあ値段的にも3000円とか4000円ぐらいで抑えてるローエンドのスマートウォッチで、この 326ppi を超えることっていうのはね、もうね、あの無理だと思ってるんで、個人的にね。無理だし、これ以上上げる必要ないと思ってるんで。だから、まあおそらく俺の予想ですけど、ここからは、PPI 密度としては、まあ同じ 326ppi を維持したまま、画面占有率だけ大きくするんじゃないかなっていうふうに思います。あの、Apple Watch みたいな感じでね。その理論を、まあ、あの、当てて、あの、簡単な、まあ、計算をすると、
画面サイズは 1.98 インチだから約2インチになるんじゃないかなっていうふうに思います。だから全作品で言うと約 1.27 倍だから約 1.3 倍になるということで、かなり広いよね。はい。でさらになんと、もうね、画像もリークされてます。画像、うん、文字盤の画像ね、もう見ていきましょう。はい、こんな感じです。ドン。かなり解像感高くないか。まあこれあくまでレンダー画像だから、実際のね、解像感とは異なりますけれども、この上側の左から3番目の、何これ、火星かな？火星の文字盤なんで、これ、Xiaomi Watch Color 2とか、Xiaomi Watch S1 に採用されている、すっごい激しいモーショングラフィックスの、文字盤ですよね。なんか、遠くの方からなんか火星がグーンって寄ってくる、文字盤。だから、これもしかしたら、この小さいね、スマートバンドタイプに、めちゃくちゃ激しいモーショングラフィックスが起用されるかもしれないっていう、すごい、夢みたいな、感じですよね。はい。で、次、二つ目の進化ポイント。これもディスプレイに関することなんですけれども、なんと、はい、待望のですね、Always on Display。常時点灯機能が搭載されるみたいでーす。これはすごいね。今までミーバンドシリーズにはこの常時点灯機能はなかったんですよね。まあ、ここが、まあ、唯一にして最大の弱点みたいなところではあったんですが、なんと今回搭載されるんじゃないかというところと、あとこれに関してももう画像が出てきてます。はい、こんな感じ。ドン。だから最低でも、2つ Always On の文字盤があるってことで、これすごくないか？これすごいよね。今俺つけてるこの Redmi Band Pro、まあ、いわゆるこれの上位モデルになるスマートウォッチ、スマートバンドにも、まあ、Always On 機能ありますけど、これはね、Always On 機能は、うん、一つしかないからね。そしたら次、三つ目の進化ポイントでございます。これもすごいですよ。はい。ワークアウトモードがなんと、166種類になるんじゃないかというところでございます。すごいだろ。やばいでしょ。166ってこんなに必要？こんなに必要？っていう感じでありますけれども、多分現存するスマートウォッチの中でもトップ3に入るんじゃないかな。現状ナンバーワンは多分アメイズフィット GTR3 で、あれで195だったっけ。で、現状ミーウォッチとかでも100、117種類とか、シャオミウォッチ S1 とかでもそれくらいですから、やばいだろ。どういうこと。で、これに関してももうワークアウトモードのアイコンがね、リークされてます。こんな感じ。ハイトーンやばいでしょ。やばいでしょ。これもうすごい、どういうことだって、どういうことって感じだよね。だから現行のミーバンド6は現状60種類、その前のミーバンド5で11種類っていうことを考えると、ここまでね、増やすことできんのかなっていうふうに単純に思っちゃうんで、もしかしたらアプリケーションの方で一応ラインナップとしては残しておきます。で、スマートウォッチに登録できるのはなんか30種類とか50種類とかそういう感じになるんじゃないかなっていうふうに俺は思ってます。こんな小さいスマートバンドにこんな166種類もあったところで、スクロールするのが大変だからね。で、ちなみにね、ほら、もう一枚あるんですよ、画像がね。ほら、若干ね、イラストが違うでしょ。これは、さっきお見せしたワークアウトと全く同じなんですけど、そのワークアウトの種類自体はね、ただ、アイコンのデザインが違います。だから、これもリーク情報によると、このデザインのパターンを、自分でね、ユーザーが好きなのに変更できるようになるんじゃないかっていう情報も出てきてます。これはなかなか面白いよね。はい。で、ちなみに、こんな画像も出てきてます、サイト。これは、メッセージアイコンですね。要は、通知が来た時に表示される、まあ、いろんな公式のね、SNS 関連のアプリケーションのアイコンです。これ前作のやつよりもちょっと若干拡張されてますね。前作はこう、ストラバとか、ポケモン GO とかね、あとピンタレストとか、ここら辺は確か対応してなかったと思うんで、若干ですけど増えてるということでございます。なかなか楽しみですね、ここら辺もね。で、4つ目の進化ポイント。Mi Band 4で採用されておりましたスマートアラーム機能と、あとパスコード機能が復活するみたいです。これ結構個人的にね、好きな機能だったんですよね、Mi Band 4でね。まずこのスマートアラーム機能っていうのは、これはどういう機能かというと、スマートウォッチ、まあ、この Mi Band 7、もしくは、スマホの対応アプリケーションの方で設定した目覚ましの時間、例えば、7時に目覚ましを設定したら、その7時から30分前までの時間の間、だから6時半から、7時までの間の中で、眠りが浅い時に勝手に、起こしてくる
れるっていう、まあ、便利な機能になってます。だから実質まあ7時に目覚ましかけても、あのその7時の時間帯がその自分のそのね睡眠のリズムの中で深い眠りに入ってしまっていると、あの目覚ましかけて起きても気分が悪かったりとかするでしょ。だから起きた時に気分が悪くならないように、一番眠りが浅い時に目覚ましをしてくれるっていう、まあ、便利な機能になってます。これ非常に便利ですよね。こういった機能がね今現状あるものって意外と少なくて、ティクウォッチシリーズかな、ティクウォッチプロ3ウルトラとか確かできたと思いますけど、その他のスマートウォッチねないんですよね。だから非常に便利な機能ですということと、あとパスコード機能ね。パスコード機能はまあね最近その他のスマートウォッチによくある機能なんですけど、まあこのあのスマートウォッチにもスマホみたいな感じであのパスワードロックをかけることができるんですよね。だから他の人にいじられたりとかしない、うん、っていうまあ便利な機能になってます。これもまあ復活するみたいです。はい、で次5つ目の機能、はい、これが待望というか、これが搭載されたら本当に市場崩壊っていう感じでございますけれども、本当かなっていう感じですね。はい、 GPS ね、 GPS、 はい、今回もまたリーク情報出てきましたね。はい、だこれはねミーバンド5だから、俺がちょうどスマートウォッチレビューやり始めた頃でね、もう2年ぐらい前からもう噂されてて、5でも搭載されなかった。で、去年もリーク情報出てきたけれども、搭載されなかったっていう機能で、今年もまあ、あの、例年通りね、3年目ですけど、まあ、リーク情報出てきてます。が、どうなんだろうな、本当なのかな、皆さんどう思います？これ、搭載されてきたら本当に市場崩壊だけれども、怪しいなっていう感じですけれども、今回結構割とね、具体的に情報が出てきてます。なんと、即位システムは、クワッドサテライトになるみたいで、GPS とガリレオとベイドーと、あとグロナスね、うん、になるみたいで、で機能として自分が使いたい即位システムポジショニングを選べるようになってるみたいです。だからこれアメイズフィット T-Rex Pro みたいな感じでね、全てのサテライトをフル稼働させるクワッドサテライトモードか、 GPS とグロナスモード、もしくは GPS とガリレオモード、最後 GPS とベイドーモード。これ本当って本当なのかなっていう感じあるんだよな。やっぱなぜかっていうと、こんなに細かいねスマートバンドリストバンドタイプでGPS のチップを入れることができるのかというところですよね。GPS のチップ入れること、もし仮にできたとしたら本当にねすごいあの革新的な技術だと思います。うん、し個人的には別になくてもいいんじゃないのかなっていうのがあるんだよね。なぜかというと GPS 付きのスマートウォッチがもう Xiaomi の製品でラインナップとしてあるからね、 Redmi Watch 2とか Redmi Watch 2 Lite、もしくは Mi Watch とかね、うん、があるから、わざわざこのローエンドのスマートバンドにね GPS を入れたところでシャオミさん的にもね、自社製品殺しになっちゃうわけじゃないですか。ね、同じね、メーカーの中で、あの、スペックがさ、重なっちゃうから。で、最後、6つ目。これも結構ね、個人的には好きな機能です。パワーセービングモードというですね、省エネモードが追加されるみたいです。これ結構楽しみよね。結構楽しみ。今までのミーバンドシリーズにはこういった省エネモードはなかったですから、今回、まあ、新たに追加されるということになってます。で、このパワーセービングモードの具体的な内容に関してちょっと分かりません。現状まあいろんなところで噂されているのは、まあ、その他のスマートウォッチみたいに基本的な測定項目とあと睡眠分析だけオン、その他の機能はオフになるみたいな感じになるんじゃないかっていう感じでございます。で現状Mi Band 7の、バッテリー持ちの高照値っていうのかな、スペック値が何日間になるのかっていうのはちょっとね分かっておりませんけれども、現行のMi Band 6で、スペック値でバッテリー持ち14日間、Mi Band 5も14日間、Mi Band 4で、20日間というバッテリー持ちだったんで、まあおそらくバッテリー持ちはそのまま14日間で維持のまま来るんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、ちなみに今個人的なスペック予想というか、スペック希望ね、今あの話したようなリーク情報以外のところで言うと、血中酸素濃度の常時計測ができて、できたりとかすると、まあ嬉しいなっていう感じはありますね。まあ競合のファーウェイバンドシリーズがこれできますから、あともう一つよく言うと急速充電。まあこれは無理か。無理かなっていう感じありますけどね。現状まあミーバンドシリーズだけではなくて全てのシャオミ製品、スマートウォッチに関しては急速充電非対応なんで、まあまあまあ期待はしてないですけど、願わくばっていう感じかな。で、ちなみに、はい、値段ですね。はい、値段に関しても現状ね、リーク情報は出てきてませんけれども、今までのシリーズの、まあ値段推移を見ると、まあ大体予想はつきます。さあ、今までのね、
系譜はこんな感じです。はい。まあ、中国元で約30元アップグレードしてます。特に5から6ね。で、米ドル換算で言うと、まあ、約5ドルっていう感じですね。まあ、だからおそらく、今作のミーバンド7は、まあ、中国元で259元。で、米ドル換算にすると、まあ、約40ドル。で、日本円にすると、ま、約4800円っていう金額になるんじゃないかなというふうに、俺は予想してます。が、この金額になると、これね、レッドミーバンドプロ、シャオミの自社製品の、レッドミーシリーズのスマートバンドと金額がちょうど被るんですよね。40ドル。で、日本円に換算すると4800円なんで、まあ、ここら辺の住み分けが個人的には気になりますよね。スペック含めてね。まあ、このスペックだと結構、ね、似てるんでね。うん、改造感とかもそうだし、オールウェイズオン機能とかもそうだしね。まあでもいずれにせよ、まあ個人的には、この6つの進化ポイント、まあ GPS はちょっとまあ信憑性低いとして、まあGPS を抜いた5つの進化ポイントがもし本当なのであれば、まあ全然これでもね、申し分ないというか、まあ順当な、進化になってるんじゃないかなっていう所感ですね。まあやっぱりまあ再三言ってるように、この小さな外観の筐体ね、スマートバンドすごいちっちゃいでしょ。まあ、現存するスマートウォッチの中でも最小クラスですから、これだけ小さな筐体の中に詰め込めることってそんなにないと思うんですよね。だからまあね、ハードウェア的な変更を加えるっていうのはやっぱり難しいということになると、やっぱりできることってね、このディスプレイのサイズがアップしたりとかね、あとはオールウェイズオン機能を加えるとか、いわゆるソフトウェア的なところを改善するっていうところになってしまうと思うんで、まあ、そう考えると、まあ、今回の進化ポイントでも全然いいというかね、楽しみな進化になってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。皆さんどうですかね、そこら辺ね。うん、皆さんの意見をちょっと聞きたいですね、コメント欄でね。ぜひとも教えてくださいっていう感じでございます。今回はね、皆さんでちょっとね盛り上がりましょう。うん、またこれからねミーバンドシリーズの時期でございます。ぜひね参考になったと思ったら高評価お願いいたします。あとチャンネル登録もね、ぜひともお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。